あの人の現在。岡本夏樹、現在が話題に。抜群のスタイルとバラエティ番組での破天荒なキャラクターで人気を博したタレントの岡本夏樹さん。唯一のレギュラーだった個人夢中を降板後、深川亮さんとのトラブルなどがあり、引退説が噂されています。個性的なキャラを生かし、テレビ番組に多く出演されていた岡本夏樹さんですが、過去人気者として活躍されていたものの、現在はめっきり見かけなくなってしまいました。調べてみると、いろいろとトラブルがあったようです。現在は病気で自宅に引きこもっているとの噂まであるようです。岡本夏樹さんは現在事務所に所属しておらず、フリーランスのタレントとして活動しています。しかし以前に比べるとテレビ出演が激減していることから、どのように生活しているのか気になっている方も多いのではないでしょうか。調べてみたところ、テレビに出演していないだけで現在もタレント活動をされているようです。さらに募金活動や被災地に足を運んだりと、主にボランティア活動をされているそうです。岡本夏樹さん本人もマイペースにやらせていただいてますとブログでコメントしているようです。さらに岡本夏樹さんはテレビの出演が増え人気タレントになっていた時、静岡に一軒家と岐阜と東京にマンションを購入していたそうです。仕事がもらえなくなった際の収入で生活をするためというシミュレーションを語っていたことがあったので、現在も家賃収入で生活されているかもしれません。昔から周囲の人の度肝を抜く痛快な言動で人気を集めてきた岡本夏樹さん、現在はほぼ仕事はされていない状態のようですが、賃貸での収入で普通以上の生活が送れているようです。番組の降板については様々な噂もありますが、岡本夏樹さん本人の行いの結果かもしれません。マイペースに過ごし、また辛口トークが聞けることを期待しましょう。